YAB アナウンサーの田中徹です今回の穴ブラは穴ぶら選手権ということで今回は1分間鉛筆立てと1分間ピンポン玉グラス入れに挑戦していきたいと思います前回奈良崎アナウンサーは鉛筆立ての方が5本そしてピンポン玉の方が4個という結果でした先輩を超えられるように頑張りたいと思いますスタート。 まあ、五本はね一分間あればいけるでしょう。立たないのこれ意外とテーブル平行ですか。うわ一本も立てられないよ。ちょっと待ってちょっと待って口数が減ってくるよし一本一本二本あああ三本きた。 4本4本ですよ楢崎さん5本でしたからね待って、てやめていもう1分もう1分早っ1分間ピンポン玉グラス入れ挑戦しますお願いしますよ<ー>しゃいくぞこれは距離が難しいあっ惜しい惜しいはじかれますねはいったきたー 奈良崎さんは四個おっしゃよし,よし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 待って待っておっ入らないいやー難しかった鉛筆もピンポン玉も三本三個サンサンでしたご視聴いただきありがとうございますチャンネル登録もよろしくお願いいたします